かてめら誰が女装したっていいじゃねえか。はい、どうも姫路です。ということで今回なんですけども、今日はねスペシャルゲストのお二方とコラボでございます。こんにちは、ジンです。こんにちは、ジンです。ハロン高木です。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はスペシャルな二人と、はい、コラボでございます。よろしくお願いします。お願いします。めちゃくちゃ俺感激。じゃあ今日なんですけど、三人でせっかくなんで、はい、プリクラ対決していきたいなと。おお、誰が一番可愛いか。これはね、やっぱり新旧対決でもあるんかなと思うんですよ。僕、5、6年前に女装を結構やってて、最近たまにちょいちょいやるんですけど、結構やられてるじゃないですか。結構もう、そうですね。僕、最近やったら2人のパクリって言われるんですよ。いやじゃあもうこの辺でレジェンドにはちょっといなくなってもらって。おい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 、様子がおかしくなってきたぞ。じゃあちょっと早速ね、行っていきたいと思います。思います。それでは、レッツゴー。俺汗臭いかもしれないですもん。そう、あ、ごめんなさい。あ、よっしゃ、それじゃあ男3人で行ってこようと思います。めっちゃお姉さんと妹感が強いわ。確かに妹みたいになっちゃった。竹脇さんはいつぐらいから女装始めたんですか？初めて動画に上げたのは多分もう5年6年前じゃないですかね。活動したのもそんぐらいですか？活動始めたのは10年前ですね。大先輩や大先輩。ジン君はどんぐらいから始めたんですか？自分は1年半くらい。1年半でここまで行くのすごいな。さあ、ただいま渋谷を歩いておりますが。はい、渋谷です。真ん中には緊張しております姫兄さんが。いや、めちゃくちゃ汗かいてるんですよ。なんでなんですか？めっちゃ緊張してるでしょ。そう、めっちゃ緊張しますもん。動画撮る人としては終わってますよ。ああ、あれだ、あったあった。プリクラのメッカ。プリクラのメッカありました。よし、渋谷のギャルな。でも俺ら全員ギャルではないんだよな。じゃあ今日はギャルで。ギャルで。ギャル。これちょっと古くない？古くないんですよ。古くないよ。最近めっちゃまたギャルってやってるんです。9は古い気がするでしょ。え、マジ？よし、じゃあ撮りますか。行ってこようと思います。こうしたから。一番漏れない。あー、いいですね。あー、めっちゃいい。めっちゃ重い。なんかまだ仲良くない女友達が譲り合いみたいな。本当口に合うな。すいません、畑喋ってる。スタミナだった。いや、わ、あれ、ここ何？今日引っ張られたけど。わー、めっちゃ可愛い。あれ、これどうした？これどうした？ハリコポーズじゃないんだよな。ハリコポーズって何か知ってる？え、わかんない。わからなくて。右側のジン君すごい可愛い。久しぶりすぎて1分間何もできてない。なんか YouTube でなんか3人組でなんかこう組めそうじゃない？ YouTube3 人組。グループ名考えていいですか？あー、いいですね。いいですね。いい感じのにお願いします。うん、あ、これにしよう。まだ、あ、ちょっと見たらダメですよ。目視でも見たらダメよ。あー、ダメですか？ダメだよ、まだ。これいいんじゃないの？はい、どうぞ。ヘラヘラ三重心。もういいやん、これ。え、もる？もう、あの、え、たぶん権利は取ってないかな。権利は取ってない。マジでセンスがあって怒られたんですよ。じゃあこれをちょっと可愛く。じゃあこれ、お願いします。 OK。 おー、かわいい。え、かわいいかも。結構、え、かわいいでしょ。子供の文字のそのユースタンプのうん、小5の女の子。いや、言わないでください。リンクポーズ。ダメダメダメ。可愛い可愛い。一番センスあるから。じゃあリンクポーズ。はい、ということでね、ここで終わりました。どうでした？なんかやっぱり JK のギャルの力を見せつけてたんじゃないかなって思います。そっか、これ対決やったんか。そうなんですよ、対決なんですよ、これ。対決か。絶対に負けないぞ。もう勝つ気ないんだよな。可愛かった人とかコメント書いてくれたら嬉しいです。はい、ということでね、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた会いましょう。会おうぜ。